ショータイム。テクニックアンソニー・グリーンですよね。しかも中島選手の得意ムーブをね、はい、オマージュしましたね。これは中島に火をつけたか。こういう見せ方本当にね、 WWE で活躍してきた選手だなっていうね、そういう印象ありますね。はい、さあここは中島が打撃で切り開いていくか。いや、アンソニー・グリーンも打撃抜き合いますね。そうですね、はい、中島選手がね、こんだけのけぞるとやっぱりダメージありますね。はい、蹴りも一段階強くなりましたよ。これ出てきましたね。やはり先ほど全体重を乗せたエルボーが効いているか。いよいよ斉藤選手、アンソニー・グリーン引きませんね。そうですね。ただこれは大きなダメージが蓄積しそうだが、膝はつかない、膝はつかないぞ。一撃だ。グリーン選手も本領発揮してきましたね。そうですね。しかしそこを黙らせました中島克彦です。いや、斉藤選手、これはちょっとダメージ大きそうですね。ちょっと大きいですね、はい、さあ、手応えある表情でしたが、今のはエルボーですか。ナックルのようにも見えましたが、そうですね、ちょっと入ってるかもしれないですね、はい、さあ、ロージャースがそのまま中島を攻めていく。いやー、なんだなんだ、打撃で中島を下がらせた。さあ、コーナーの中島対処、膝、さらに長い距離取って刺さしました。あの一発のダメージで勝てないのなら手数でという形ですね、はい、さあ、つま先を踏んづけての DDT。 しっかり力学も学んでいますね、はい、やはりアンソニー・グリーン、スタリオ・ロージャース、面白いですね。独特の動きがあります。ダイビングのボディープレス、ソヤのカットが間に合っている。そこへアンソニー・グリーンも入ってきたぞ。まだまだ引き出しありそうですね、はい、乱戦模様となりました。リング上、さあ、画面上、右に中島、左にソヤ、2人が走り出したぞ。トペスイシーだ。